止まってください、左に寄せて止まってください。県民の安全を守るため昼夜を問わずパトロールを行う宮城県警機動警ら隊。パトカーの機動力を生かし事件事故の初動対応に当たるほか、不審人物への職務質問や交通違反も取り締まります。原付の停車2段階右折ですよ。パトカーはこの日、2段階右折が必要な交差点での違反者を発見しました。あそこ2段階しなきゃいけないのを知ってましたか？いや、ガバンないですから。標識がなくても、はい、3車線以上ある交差点の時は2段階をしなくちゃいけないんですね。高橋玲奈巡査26歳。よし。機動警ら隊に配属され2年目を迎える若手警察官です。自分が行った治安とかで分からなかったこととかを聞くようにして、パトカーの中でもちょっと勉強するようにはしています。そんな高橋巡査が警察官を志したのは犯罪の被害に遭ったことがきっかけでした。大学生の時にちょっと詐欺に遭ったことがありまして、でその時にまあ家族とかにたくさん迷惑をかけてしまったので、私のような被害者をもっと減らしたいなと思って、まあ、そのためには警察官しかないかなと思って警察官を選びました。かつての苦い経験から困っている人の手助けをしたい、そんな思いを持ちながら日々パトロールを行う高橋巡査。実は警察官としてもう一つの顔を持っています。去年11月、名取市で開かれた警察学校の祭りで披露された県警音楽隊によるマーチングバンド演奏。そこにはトランペットを吹く高橋巡査の姿がありました。小学校の時に少しだけトランペットを吹いていた時があったの で、その関係で音楽隊に入ることになりました。警ら隊の業務の傍ら、音楽隊のトランペット奏者としての活動もしているのです。警察官に入ってから音楽隊があるっていうことを知ってたので、私も学生時代は音楽はあまりやってこなかったので、今頑張ってるところです。音楽隊のメンバーはほとんどが現役の警察官です。年に一度の定期演奏会をはじめ、音楽を通じ警察の広報活動を行っています。できないことが多いのでちょっと大変だなと、難しいなといつも頭を抱えてます。ごまかしながら吹いてるところはたくさんあります。音楽隊に配属され、小学生の時以来トランペットを手にした高橋巡査。久しぶりの演奏に戸惑いながらも地域の人のために日々練習に励みます。リアクションだったり笑顔だったり拍手とかを聞くと、やっぱやっててよかったなっては思います。特に大変って思ったことはないですね。この仕事に今はやりがいを持ってるので、そういったところから特に苦に感じることはないですね。本来朝8時半から翌朝8時半までの24時間勤務の警ら隊。この日朝からおよそ8時間音楽隊の練習をした高橋巡査は、練習を終えた夕方5時過ぎから業務に就きました。今日の夕ご飯は何ですか？
今日はおにぎり2つと味噌汁です。それだけで足りるの？足りますね、多分。足りる？食事を済ませると夜間のパトロールに出動。警ら隊には体力に加え軽微な違反や犯罪も見逃さない洞察力も求められるといいます。高橋巡査が乗ったパトカーは1台の車を停止させました。でお止めしたか分かる？大丈夫です。大丈夫ですか？携帯の違反で止めさせていただきました。免許証はありますか？運転していたのは会社員の男性。温泉に行く途中で地図を確認するため運転中にスマホを使ってしまったといいます。今回携帯の違反ですのでちょっとだいぶ高い。高くなりましたよね、携帯に。暗くて歩行者の視認性とかも悪くなっているので携帯やめるようにお願いします。すいません。運転中の携帯電話の使用は事故に直結する危険な行為です。携帯の違反になると前方の不注意につながってしまって歩行者との事故が起きやすくなってしまうので、まあ、そういった事故につながらないように、助言指導を行っています。警ら隊として県民の安全を守るために、そして音楽隊として警察と地域の人々との架け橋になるために、高橋巡査は走り続けています。県民の皆さんが安心して暮らせるようにパトカーでの業務も、あと音楽隊の業務でも今後より一層力を入れて頑張りたいと思います。